している、剣道称号段級審査規則、同サイズそれと実施要領というものが、あります。これにですね、各段位の付与基準というのが、記されています。それとですね、実施基準、実施の要領の中にですね、着眼点、各段位の着眼点というものがありますので、しっかりこれをもう一度と言いますか、持たなければ、購入されてですね、確認をしていただきたいと思います。それからですね、初立ちもですね、相手になって、線を立てて、先生の線で目に飛んでですね、背面となっていますので、機会を捉えてもいい初立ちになっていると思います。結果は、左が男性でありますので、若干こう力負けしているところはあるかもしれませんけど、なんかちょっとこう脱ずるを重ねているようにも見えますけど、捨て切ったですね、素晴らしい主立ちだと私は感じました。自分の優位な位置にこう攻め込まれて端っこの方に行ったり、端の方でこうなるべくしないように、自分が、会場の中心になるような、形を取れるのが一番いいのかなと思いますので、先ほども言いましたけど、この中に、着眼点というのがあって、その応用技の軍事軌道というのが4段から入っているということですね。その点を、頭の中に入れて稽古されると、もっといいんじゃないかなと思います。以上でですね、若干また辛口なですね、評価になってまいりましたけど、彼女のですね、今後の活躍、それから、4段合格をですね、記念していますので、ぜひ、これ参考になればですね、少し意識していただいて、稽古に入っていただくと、いい結果が出ることをですね、